続けてください。今、松山地裁の決定をもらいましたが、残念ながら却下でした。即時抗告をしてですね、さらに高裁で戦うとか、その他私たちには残された戦い方はいくつもあります。私たちは子どもたちの命を守りたいと思って裁判を起こしています。裁判官は何の理念でもって裁判をしているのでしょうか。味方